ジョン・ペトルー氏は、アメリカのプログレッシブメタルバンド、ドリーム・シアターのギタリストで、ミュージシャン、作曲家。12歳の時にギターを弾き始め、はじめは、レッド・ツェッペリンや、ディープ・パープル、ブラック・サバス、レインボーといったバンドのコピーをしていたが、次第に、個性的なギタリストに惹かれていったことにより、メタリカや、ラッシュやイエス、オジー・オズ・ボーンなどのロックバンドに傾倒していく。 ギタリストとしては、偶然にも、スティーブ、または、アルト、名のつくギタリストに影響されたとしている。スティーブ・モーズ、スティーブ・バイ、スティーブ・ハウ、スティービー・レイボーン、アレックス・ライフソン、アルディメオラ、アラン・ホールズワースなどがそれにあたり、またそれ以外では、リッチー・ブラックモア、ジェームズ・ヘッドフィールド、エドワード・バン・ヘイレン、ランディ・ローズ、イング・ベイ、マルムスティーン、デビット・ギルモア、 ジョーサトリアーニ、パコデルシアなどに影響を受けているとしている。ハイスクールの最後の2年間音楽理論を学び、その後バークリー音楽大学に進学する。そこで、ドラマーのマイク・ポートノイと出会い、進学前からの友人だった、ジョン・マイ・ヤングとバンド、マジェスティを結成する。その後バークリー音楽大学を、中退後音楽活動を開始し、1989年に、ホエンドリーム デイユナイトでデビューする。その際すでに同じ名前のバンドがあることからバンドをドリームシアターと改名する。以降のバンド活動はドリームシアターの功を参照。90年代は甘いルックスとロックギタリストらしい挑発がトレードマークであったが2001年にばっさりと髪を切っている。90年代後半以降は濃いあごひげも大きな特徴。 2005年7月現在帰婚、レナ夫人と3人の子供がいる。夫人もギタリストであり、マイアング夫人、リザ、ポートノイ夫人マーリーンと共にガールズメタルバンド、ミンストリックで活動していた。現在も現役であり、ジューダス、プリーストのガールズトリビュートバンド、ジューダスプリーステスで活動している。夫人の老いは、ペリフェリーのギタリスト、ジェイク望遠である。 サイドプロジェクトとして、リキッドテンションエクスペリメントが有名。ジョーダン・ルーデスをキーボードに、トニー・レビンをベースに、マイク・ポートノイをドラムに迎え入れたインストゥルメンタルバンドで、個々の超絶的なテクニックがメロディアスな曲を主曲の作品に仕立てており、今もって人気の高いプロジェクトである。2枚のアルバムを制作したが、ジョーダン・ルーデスをドリームシアターに迎え入れるにあたり、両バンドで、 同じメンバーが3人もいては2つのバンドをやる意味がないということから1999年に正式に解散している。なお、現在でも LTE の曲はパラダイムシフトやアシットレインなどがドリームシアターのライブにてよく演奏されることがある。2000年頃から自身初のソロアルバムの制作に着手し、早いうちに基本的な録音は終了していたようだが、 G3 への参加やドリームシアターのアルバム制作などでたびたび中断を余儀なくされていた。しかし2005年3月1日についに初のソロアルバムサスペンデッドアニメーションを発売するに至る。長らくの間購入する方法は彼の公式サイトからの通信販売のみであったが現在は音楽配信サービスでも視聴可能となっている。2001年6月より ジョーサトリアーに率いる G3 のツアーに参加し、そこで早くもソロアルバムに収録されることになる曲の原型を演奏していた。その後に2005年5月からの G3 ツアーに再度参加し、G3 の日本初公演の一員となる。ロック、それもプログレッシブロックやヘビーメタルを基調とした曲を書く。変拍子も使用し、時折19。 16拍子といった極めて変則的な変拍子も曲によっては登場する。他にもポリリズムを多用し、キーボードは4拍子なのに、ギターとドラムは6拍子を演奏している、といった凝った曲もある。メロディアスなプレイや旋律を好み、バラードなども得意とする。一方で、ギタリストとしては珍しく作詞も数多く手掛け、ドリームシアターの楽曲でも多数彼の歌詞を目にする。 ことができる。若い頃から練習に明け暮れていたことをギター雑誌などで明言しており、その言葉通りありと、あらゆるロックのテクニックに精通している。即引き、スイーブ、タッピング、レガートなどの正確性は、他のギタリストの追随を許さないほどズバ抜けている。またアコースティックギターも演奏し、フラメンコ風なプレイも見せる。アーニーボールのシグネチアモデルにピエゾピックアップを、 搭載したのはライブでアコースティックギターのパートを再現するため。近年ではコーラスにも挑戦しており、ドリームシアターにおける彼のコーラスワークは欠かせないものとなっている。1990年頃から日本のギター会社アイベネスとエンドース契約を結び、長い間愛用していた。ピカソ風のイラストが描かれたボディは今なお独特のオリジナリティを放っている。 またドリームシアターのサードアルバム、アウェイクより7弦ギターを使用し始めた。2000年より使用ギターをアイベネスからアメリカのアーニーボールに変更してエンドース契約を交わし、ボディシェイプは同一、カラー違いなどで7、6、12弦、個別のセッティングなど複数の仕様を制作している。全モデルに対し中低音域が強い、温かみのある音を得た。また、 ロック式トレモロからノンロック式のトレモロへとブリッジンが変更されていることも大きな相違点である。ギターの PU はアイベネス時代はディマジオのエアーノートンとスティーブズスペシャルの組み合わせを使用していたがアーニーボールに変更した際にそれぞれを改良したディマジオ製のカスタム PU へと変更し、これをさらにダウンチューニングに合うように改良したものが後に、 ディーソニックとして発売された。2009年にはこれに、さらに改良を加えた、リクイファイアとクランチラボを発表、ギターに搭載している。また、アーニーボール製になってからは、ピエゾ PU が搭載されており、ペトルウシモデルの大きな特徴となっている。ライブ時に、アルバムでは、クリーンギターとアコースティックギターを重ねているパートでも、両方の出力をミックスすることにより、 本物に近い音色を再現している。アンプ、キャビネットともにメサブギーのモデルを愛用している。ライブでは、フットスイッチ群の左右にモニタースピーカーが設置されている。難しい早弾きなどの際に片足を乗せ、クラシック奏法に近い姿勢で演奏する。ワイヤレスシステムはかつては使用していたが、6ズオブインナータービュランスのツアーの頃から使用せず、 長いシールドを取り回して演奏している。ありがとうございます。